はい、こんにちは、116インズです。今回は以前から要望をいただいていましたマリナーズジャック・ズレンシック GM 時代の話をしていきたいなと思っております。2008年某 GM がようやく解任となって、その年のオフに新しいマリナーズの GM に就任したのがジャック・ズレンシック。前任の GM があまりにひどかったので、ズレンシック GM には多大な期待が寄せられたわけですけれども、今回はそんなズレンシック GM の補強のトップと、それからワースト5を見ていきたいなと思っております。で、マリナーズファンは当時ズレンシックを本当に信じていまして、当時マリナーズファンの間では In Z We Trust のようなモットーが使われていたんですけれども、要するにズレンシックを信じているというモットーがかなり一般的に使われていたんですね。やはり前任のバベシ GM で悪夢を見てきたマリナーズファンですから、ズレンシック GM チームをいい方向に導いてくれると本当に誰もが信じてやまなかったんですね。マリナーズのコマーシャルの中にもそんなファン心理を表したような CM がありまして、痛みには慣れている、僕はマリナーズファンだからねと自虐するファンに対して、ズレンシック GM がチームが良い方向に進んでいるんだと説明するという内容なんですけれども、ファンもその CM を見て全く疑うことはなかったですね。まあ、私自身も疑ってはいなかったですね。それぐらいみんなズレンシック GM の手腕を信じていましたし、この人が長年の痛みから解放させてくれる存在なんだとすら思っていましたね。まあ、未だに痛みからは解放されていないわけですが、そんなマリナーズファンから信仰されたズレンシック GM ですけれども、成績の方はどうだったかと言いますと、2008年101敗したチームを引き継いだ状態から翌年2009年85勝まで押し上げて、この GM は天才だと誰もが思ったんですけれども、ただ翌2010年再び101敗を喫しまして、でその後もまあ負け越しのシーズンが続きまして、2014年はあと1勝でプレーオフに進出するところまでは行ったんですけれども、結局ズレンシック GM 下ではプレーオフに進出することはなく、暗黒時代脱出ともいかなかったんですね。で、ここからがようやく本題なんですけれども、ズレンシック GM 時代は結構良い補強と悪い補強が極端に分かれるケースが多かったので、今回はそんな良かった補強と悪かった補強、それぞれ5つずつ見ていきたいなと考えています。で、基準についてはチームへのインパクト、まあ、チームにどういった影響を与えたかというところですね。それから期待値とのギャップ、チームが期待していたものと実際に得たもののギャップから、今回補強のトップ、それからワースト5を選出しております。こういった基準で選出はしていますが、ただ後から補強を評価する関係上、どうしても結果論になってしまうところは否めませんので、そこはどうかご容赦いただければなと思います。それではまずトップ5から見ていきましょう。第5位、就任直後の三角トレード。2008年のオフにですね、 GM 就任直後にメッツ、それからインディアンスと三角トレードを決めまして、当時マリナーズのクローザーを務めていた JJ プッツら4選手を放出して7選手を獲得したんですね。この中には後にセンターの不動のレギュラーとなるフランクリン・グティエレス、それから先発ローテーションに定着するジェイソン・バルガスら後の主力選手が含まれていまして、放出した選手のその後のパフォーマンスを考えれば非常にいいリターンを得ることができたトレードでしたね。特にグティエレスが翌2009年からセンターのレギュラーにすぐに定着しまして、でいきなりウィンズアボブリプレイスメントで6を超える成績を叩き出しまして、さらに他で格安で契約した選手たちも次々と活躍していましたので、ズレンシック GM 本当に天才なんじゃないかと、マリナーズファンが信仰を深める要因ともなったトレードとも言えるかもしれませんね。続いて第4位はカイル・シーガーのドラフトですね。2009年ドラフト3巡目指名でマリナーズシーガーをドラフトしているんですけれども、このシーガーというのはこの年の全体2位でマリナーズが指名したダスティン・アクリーと同じノースカロライナ大学出身ということで、当時はアクリーの同級生程度の認識の選手でした。で、実際プロスペクトとしても将来はユーティリティとして予想されていたシーガーだったんですけれども、メジャーに昇格後は長打力をつけまして、ユーティリティ予想をはるかに上回るサードのレギュラー、サードのオールスター選手にまで成長したんですね。で、マリナーズはアクリーをスカウティングする際にこのシーガーにも目をつけていまして、ドラフトでは当初5巡目として評価していた選手だったのを3巡目まで繰り上げて指名しましたので、この判断はチームにとっても非常に良いものとなりましたね。今やチームの歴代のサードの中でも屈指の存在へと成長したシーガーですが、大学時代アクリの影に隠れていたのを見逃さず指名したのはもっと評価してもいいんじゃないのかなと思いますね。はい、続いて第3位はクリフリーのトレードですね。2009年のオフ、当時球界屈指の左腕だったクリフリーを
マリナーズ、フィリーズからトレードで獲得したんですけれども、その際に放出した選手、まあ、3人のプロスペクトだったんですが、いずれもですね、トッププロスペクトと呼べるような存在の選手ではなく、極めてわずかな見返りでエースクラスのピッチャーを獲得することができました。マリナーズは2009年に85勝を挙げ、翌2010年は本格的にプレイオフを目指すため、大型補強に動いていたわけなんですが、まさかクリフリーを連れてくるとは夢にも思っていなかったので、フェリックス・エルナンデス、そしてリーの 1,2 番手コンビが形成され、本当にプレイオフいけるんじゃないのかと思ってしまいましたね。で、実際リーはですね、マリナーズに移籍して13先発で8勝、防御率 2.34 と、期待通り、あるいは期待以上のピッチングを見せてくれましたし、このトレード自体はマリナーズにとって非常に良いトレードになりましたね。ただ勝負をかけに行った2010年シーズン、マリナーズはなぜか101敗を喫しまして、唯一リーに関して期待外れだったのはこの点かもしれませんね。続いて第2位は岩隈久志選手との FA 契約ですね。2011年のオフにわずか150万ドルでこの岩隈選手と契約したんですけれども、過去の怪我の歴史も考えますと、メジャーの過密日程で1年間投げ続けるのはかなり厳しいんじゃないのかなと私自身思っていました。ただ蓋を開けてみれば、2012年の前半戦を肩の筋力強化に費やしまして、後半戦から先発ローテーションに定着した岩隈選手はこの年9勝、防御率 3.16 と結果を残しまして、で翌2013年は14勝、防御率も 2.66、 そしてウィンズアボブリプレイスメントはなんと 7.0 と MLB の先発投手の中でもトップクラスの数値を残したんですね。その後も2016年までは安定した成績を残しまして、ヘルナンデスに次ぐ2番手として計算のできる先発投手でしたし、150万ドルでこんな先発投手を補強できたという点では、この契約は非常に良い契約だったんじゃないのかなと思いますね。そして第1位はネルソン・クルーズとの FA 契約ですね。2014年のオフに4年総額5700万ドルでこのクルーズとマリナーズは契約しました。マリナーズは2013年のオフにもこのクルーズを獲得しようと動いていたんですが、ただ当時クルーズには薬物使用問題がありまして、その問題を重く見たマリナーズ経営陣がクルーズ獲得に反対したため、13年オフでのマリナーズ入りは決まらなかったんですが、ただ2014年マリナーズはあと1勝というところでプレーオフ進出を逃してしまったため、ラストピースとしてこのクルーズ獲得に舵を切りました。マリナーズの本拠地セーフコフィールドは右の長距離砲が活躍しにくい環境にありまして、過去にも失敗した例がいくつかあるため、このクルーズも果たして活躍できるか少々疑問の声もあったんですが、結果的には4年間で163本のホームランを放ち、期待通りどころか期待以上の成績を4年間見せてくれましたね。当時の3番ロビンソン・カノー、そして4番クルーズのクリーンアップは非常に強力でしたし、クルーズのマリナーズでの4年間を見ていると、あと1年マリナーズに早く来てくれれば、もしかしたら14年はプレーオフ行けたのかななんてこともどうしても思ってしまいますね。ということで、以上がズレンシック GM の補強トップ5ですが、ここまで見ているとかなりうまく立ち回った補強も多いので、なぜこれでプレーオフに行けてないんだと思う方もいるかもしれませんが、次からですねワースト5の方を見ていきたいなと思います。第5位はテシェイラ2世のトレードですね。2010年シーズン、マリナーズは勝負をかけに行ったんですが、チームは敗戦に次ぐ敗戦で、夏頃には完全に優勝戦線から脱落してしまったんですね。そのため前年のオフに獲得したクリフリーを放出して、トッププロスペクト獲得に動き始めたんですけれども、結果的にレンジャースとのトレードが決まりました。マリナーズはジャスティン・スモークとブレイク・ベバン、そして2人のマイナーリーガーを獲得して、クリフリーとマーク・ローを放出しました。スモークは長打力のある両打ちのファーストだったんですが、レンジャースには以前マーク・テシェーラという全く同じタイプのファーストの選手がいて、そういった事情もあって当時スモークはテシェーラ2世として非常に期待を寄せられていたんですね。マリナーズもなかなか野手のプロスペクトを育てることに苦労していましたので、このスモークには未来の主砲として期待していたんですが、ただマリナーズでの5年間通算の OPS は6割9分2厘とファーストとしては失格レベルの数字を残して、結局ブルージェイズへ移籍してしまいました。スモーク以外に獲得した選手たちも MLB で主力選手になることはできず、結局このトレードは完全なる失敗に終わってしまいました。またこのトレードでマリナーズはジョシュ・ルーキというピッチャーを獲得しているんですが、ルーキーに逮捕歴があることをマリナーズは調査していなかったということが明るみに出てしまいまして、非常にですねお粗末な印象を受けるトレードにもなってしまいましたね。リーを獲得する際にはうまく立ち回ったマリナーズでしたが、放出する際には十分なリターンを得ることはできませんでしたね。
続いて第4位はダグ・フィスターのトレードですね。2011年当時、フィスターは MLB の先発ローテーションに定着して2年目を迎えていたんですが、21先発で防御率 3.33 と安定感のあるピッチングを披露していましたが、ただ打線の援護に恵まれず3勝12敗と大きく負け越していたんですね。またフィスターという投手も剛速球で相手をねじ伏せるような、いわゆるパワーピッチングのできる選手ではなく、どちらかというとコントロールで勝負する技巧派の選手でしたので、マリナーズとしてはおそらくフィスターの成長はこれ以上見込めないと判断して、11年のトレードデッドラインでタイガースへとこのフィスターをトレードしてしまいます。フィスターの見返りとしてタイガース傘下内でもそれなりの評価を受けている若手4人を獲得することができたんですが、この4人の中で MLB 定着を果たしたのはチャーリー・ファーブッシュただ1人、しかもリーフとしての定着でしたので、到底ですね、当時のフィスターの価値に見合うようなリターンを得ることができませんでした。一方でタイガースへと移籍したフィスターは、移籍後8勝、防御率も1点台と1段階上のピッチングを見せまして、その後2018年まで様々なチームの先発ローテーションに定着し、71勝を挙げる活躍を見せました。若手の先発投手の価値は当時からかなり高騰していた感じはありましたけれども、そんな若手の先発投手、今回で言えばフィスターですけれども、を安売りしてしまったのはマリナーズの長期的な先発ローテーションにも影響を与えてしまったのかなと思いますね。はい、第3位はヘスス・モンテロのトレードですね。マリナーズは2010年それから2011年と深刻な貧打に苦しんでいまして、なんとか得点力を上げようと考えたズレンシック GM は、2011年に1年目ながらオールスターに選ばれたマイケル・ピネダという先発投手をトレードして、ヤンキースから当時トッププロスペクトとして評価されていたヘスス・モンテロを獲得したんですね。当時のモンテロはそれこそスーパースター候補としてかなり名前も上がっていた選手でしたし、ピネダの放出はマリナーズとしても痛かったんですが、これだけ期待されている打のプロスペクトが加入したことは非常に喜ばしいことでしたね。ただマリナーズに来てからのモンテロというのは、2012年こそ15本のホームランを放ちましたが、その後は薬物問題ですとか、あとは本人の野球選手としての資質、まあメイクアップですね、こちらにも問題がありまして、スプリングトレーニングに球団が設定した体重よりも大幅に超過した状態でキャンプインしたりですとか、あとはマイナーでトラブルを起こしたりですとか、様々な問題を起こしまして、おおよそですね、スーパースターと期待していた選手とは思えないようなマリナーズ時代をモンテロは送りましたね。ヤンキースへとトレードしたピネダも怪我の影響で2年間投げられなかったりと、マリナーズ時代の活躍を未だ再現はできてはいないんですが、ただもし2012年第4位のフィスターとこのピネダを残していたら、マリナーズの先発ローテーションどれだけ強力になったことだろうと、まあどうしても思ってしまいますね。ピネダの怪我の影響もあって、このトレードは思ったほど悪いトレードにはなってはいないですが、ただやはりモンテロが全くの期待外れに終わってしまったという点では、ワースト5には入らざるを得ないですね。続いて第2位は2度の全体2位指名での失敗ですね。マリナーズは2008年そして2010年にそれぞれ101敗を喫しまして、翌年の2009年そして2011年のドラフトで全体2位指名を得ることができたんですね。全体2位指名であれば、通常未来の主力選手を獲得できる可能性は非常に高く、マリナーズとしてもそういった選手を狙って、2009年はダスティン・アクリ、2011年はダニー・ハルツェンを指名して、2人とも将来の主力選手へと成長することを期待していました。実際当時の彼らの評価も、即戦力として数年以内に MLB で貢献することができると評価されていましたし、ファンも彼らの昇格非常に楽しみにしていたんですが、ただ残念ながらアクリーは MLB でスターの片鱗こそを見せたものの、結局 MLB に適応することはできず、ハルゼに至っては怪我の影響でマリナーズでメジャー昇格すら叶いませんでした。もちろん上位指名で失敗することは決して珍しい話ではないんですけれども、ただマリナーズのように長期間暗黒時代を過ごしているチームが全体2位指名で2度失敗してしまったのは、チームの再建にも多大な悪影響を与えたんじゃないのかなと思いますね。またこれ以外にも、2013年の DJ ピーターソン、2014年のアレックス・ジャクソンと、ズレンシック GM 時代のマリナーズは結構上位指名での失敗が目立っていましたので、この辺りで主力選手を確保できなかったのが今にも響いてきているんじゃないのかなと個人的には思いますね。そしてズレンシック GM 時代最悪の補強は、まあこれしかないですよね。ショーン・フィギーズの FA 契約ですね。2009年のオフに4年総額3600万ドルでこのフィギンスとマリナーズは契約したんですが、当時のフィギンスというのは足が使えて、で出塁率も高くて、またサードの守備も上手くてですね、本当に理想的なリードオフマンとして
エンゼルスで活躍していた選手なんですけれども、その選手がマリナーズに加入して、で、イチロー選手との1、2番コンビを組むことになりましたので、獲得当時は非常に夢がありましたね。イチロー選手とフィギンスで塁上をかき回して、得点を稼いでいくスタイルの野球で勝ちを積み重ねていくのかなと思っていたんですが、ただマリナーズ加入後のフィギンスというのは期待外れの一言に集約されるような選手でしたね。2010年161試合に出場して、盗塁こそ42を数えましたが、打率は2割5分9厘。守備面ではこの年セカンドへとコンバートされ、アルティメットゾーンレーティング UZR ではマイナス 11.1 を叩き出し、平均を大きく下回る水準の守備力でしたね。そして恐ろしいことに、この2010年シーズンがフィギンスのマリナーズ時代の中で一番良い年でして、翌年からはシーズン途中でレギュラーの座も剥奪され、打率は1割台と深刻な打撃不振に陥りまして、結局4年契約の4年目を迎える前にマリナーズを退団することになってしまいました。マリナーズ3年間での通算のウィンズアボブリプレイスメントはマイナス 0.9 と、マリナーズは3600万ドルもの大金を払って、代替選手以下の成績を残す選手を連れてきてしまったんですね。フィギンスに関しては本当にマリナーズに来てどうしてこうなってしまったのかと思わずにはいられないわけですが、ただこのパフォーマンスを考えるとマリナーズチーム史上最悪の FA 契約の一つと言ってもいいのかなと思いますね。ということでここまで補強のトップ5そしてワースト5を見てきましたが、個人的にズレンシック GM 時代は結構思わぬ選手の活躍が目立った時代かなと思っています。今回挙げた中でもシーガーのドラフトですとか岩隈選手の FA 契約などそこまで期待してなかった選手が主力選手へと成長するケースが結構見られましたので、掘り出し物を引き当てるという点ではズレンシック GM は非常にうまかったのかなと思いますね。ただ要所での致命的な補強の失敗がチームの足を引っ張ってしまいまして、特にドラフト上位指名ですね、全体2指名で2度失敗してしまったりですとか、そういった失敗してはいけないところで致命的な失敗をしてしまったのが暗黒時代脱出といかなかった要因にもなってしまったのかなと思います。また2010年に超守備型チームに舵を切った結果、チームが深刻な得点力不足に陥りまして、このせいでモンテロのトレードに踏み切らざるを得なかったというところもありますので、チームが舵を切った方向が全くうまくいかなかったという点も編成に多大な悪影響を及ぼしてしまったのかなと個人的には思いますね。マリナーズファンが信じたズレンシック GM ですが、結局この時代もマリナーズファンが救われることはありませんでした。そろそろ最後にプレーオフに進出したのも20年前になってしまうわけですが、いい加減誰か救ってくれませんかね。2020年代現在のジェリー・リポと GM がマリナーズファンを救ってくれることを祈りながら、今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。